なんかゲーム音声ちっちゃ。ゲーム音声もうちょっと上げるか。どうも、そんなわけでこんばんは、しらぼでーす。新しく、人狼メトロポリスっていうのが、ゲーム出たんすよ。で、今回ちょっとね、1しろね、了解。ゲーム音声ちっちゃ。ここら辺マックスいいや。発言ターンです。オッケーオッケー、まあ、とりあえずこんなもんでいい。お待ちください。了解。だけで4が1白です。ちょっとシステム的に見にくいところあるけど、まあいいや。4が1白ね。了解。朝が来ました。初日の襲撃はありません。はい、襲撃なしね。誰から？お願いします。しおりです。まあ基本的に進行論とかあんまないけど、まあ、思ったことを素直に言っていけばいいかなって思うのと、うん、まあ、自分がやってきたい精査の仕方として、まあ、なんか変なところとかを見つけた時に、それがなんだろうな、まあ本当に変な人なのか、まあ、うん、なんだろう、悪く言えば裏考察みたいな、なんか変に言われちゃうけど、うん、まあ、本当に変な人なのか、人外のその人外らしい変さなのかみたいなところは、まあまあ、なんせ村でも落ち度は作ると思ってるから、まあ、そういうのは見、うん、なんていうの、見極めていきたいなって思ってます。はい。あとは占い師は1周目出てほしいです。盤面スキーさせたいのでお願いします。以上です。はいはいはい。6番さんが発言します。はい、占い師です。3番にしろ出ます。箱お願いします。念に関してはこの手で出てください。カリガンも灰を詰める盤面、騎士も灰を詰める盤面は出てください。以上。ごばさに持ったのは、おそらくその人物の見極めって多分難しいと思うんだよね。発言聞いたとしても、それはさ、多分村の総意でその人を釣る、もしくは俺がその人に色を当てるでしか、その人が白い人物なのかどうかわからないから、多分ごばさんの位置で結構難しいんじゃないかなと思ったかな。まあ俺は思うに、まあ、そういった変なことを言うのがもし村だった場合、うん、それって割と村側の落ち度になるから、それやめてほしいと思うわ。もし自分が村とになったら落ち度ある発言ってやめてほしいと思ってます。では七番さんどうぞ。なるほどね、全然わからん。発言します。はい、お願いします。うん、まあ、ごばさんの言いたいことはわかりますよ。ね、変なことを言うと、それが本当にただただ村人でね、変なことを言ってる人なのか、本当に人外なのかって、これはもう、永遠のテーマだと思うんで。うん。まあ、福場さんはね、なんかやめた方がいいっていう部分を言ってたんですけど、まあ、これ永遠のテーマだと思うんで、そこを考えるしかないと思ってます。で、まあ、やや僕、福場さんに思ったのが、うん、まあ、6番さんがそういった人物に対して色を当てるしかわからないんじゃないかっていうのはね、うん、まあ、6番さんはそれで多分ね、わかるんですよ、色を当てるとね、うん、ただ、まあ、例えば6番さん太鼓が出た場合、平野村じゃなかった場合は、うん、客としてもね、わかんないと思いますよ。だからそれを一生懸命考えましょうというゲームだと思ってます。一生懸命考えましょう。はい、以上です。うん、一生懸命。はい、お願いします。ラジオ、そんな、ここにしようはないです。何がラジオ？やばい。あ、なんだろう。なんか、7番が6番に対して言ってることは、なんか、音質が悪いってこと？なんだろうね。どっち？それ込みで別に6番って言ってるんじゃないと思うんだけどね。まあ、仮に対抗の占いが出て、うん、まあ、その対抗の占いが出た上で、占い結果を落として、
そこから見える世界線っていうのを6番から、まあ、例えば占い結果から白が出た場合にさ、2日目の占いでここ占って白とか出た場合にさ、ここ白見えたからこそどういう風に見えてるかっていうのを多分音質が悪いんやと思う。自身が別に話してくれると思うから、別になんか7番が6番に対して言ってることってそんなに言うことなのってちょっと思っちゃったかな。5番に関しては特に思うことないです。はい、以上。おはようございます。村人陣でした。よろしくお願いいたします。5番さんの発言結構良かったなというか、僕はなんかあの白い黒いとかではなく、なんかいい話だなと思いましたね。このゲーム変な人を釣るゲームではないので、うん、変な人ではなく人狼を探そうねっていう5番さんの姿勢は良かったし、それに共感する7番さんのなんか思考の姿勢はすごくいいなと思いました。ただ5、7ともになんか白黒評価はできないなと思っている。で、まあ、8番についてはその流れでなんか自分の言葉であまり恐れずに発言している感じが8は村っぽいなと思った、うん、ただまあ6が本当の意味でどっちへ行ったかわからないから、この議論は結構どうでもいいかなと思っている。で6番に関しては7番も言っていた発言、ピックアップしてる発言で、僕が白を当てることでしかわからないっていうのはちょっとわざとらしく感じて、これ6番真だったら申し訳ないんだけど、なんか偽物の占い師がそういうふうに大きく発言することで村に自分は占い師だよって刷り込んでいるような意図を少し感じた。もし真だったらごめんね。はい、すごい音質悪いな。なんかなんで1番さんが発言します。はい、しはい、しようないです。そうですか。9番さん、6番さんがわざとらしく聞こえた。まあ、シーンでも、あの、自分のシーンアピールをしなきゃいけないので、あの人はまだ、なんとも思わなかったので、そこは合わないなと思ったのが9番さん。8番さんに関しては、7番さんを否定した上で、5番さんに対しては何にもない。なんでやろう、進まなくないって思ったのが8番さんですかね。何も進まない話をして議論停滞するなと思ったので、8番さんちょっと釣りたいなって思ったです。うん、はい、それぐらいかな。5と7からは別に悪い要素何も拾ってないです。はい、あ、その音質悪いんやろ。6が偽っぽいとも思ってないです。はい、以上です。バーッと見てはいんねんけど、いつもとさ使ってるやつが違うんよ。お願いします。ソフトがブルースターじゃないん。順番に触れていきますか。なんか6番は5番に対してなんか当たりきついなと思いました。なんか7番の6番への触れ方はなんか6番の席に僕が座ってたら新聞内視でも人外だったとしても嫌な触れられ方したなと思ったから、これは感覚という言い方をしますが、なんか6番と7番つながってなさそうっていう感覚を受けました。なんか6、7狼で、あの7番から6番への絡みがあんまりなんか人外同士っていう風に見えてないからですね、しなさそう程度です。これでどう8番が、今1番が言ってたけど議論停滞、まあ、進まなくないはまあわかるけど、1番はそこで釣りたいとまで行くんだっていうのが不感、なんか、うん、そこだけ合わなかったなっていう感じ。まあ8番は議論を止めた人だなっていう感覚値だったから、まあ1番とそこはっていうけど釣りたいまで行くんだっていう感じ。なんかそこをいいって言ってる9番にももちろん視点が合わないっていう感じですね。以上。はい、あ、始まった。よろしくお願いします。僕も8番狼あるかなと思ってて、釣ってもいいかなって1番さんの席の位置でも僕は全然思ってて、うん、なんか8番が7番に行ったことって、うん、結局だから8番は7番に対してどう思ってるのって発言が、まあ、全くなかったから、何を8番が言いたいんだろう結論っていうのが全く見えてこなかったんで、なんかそういう意味でも色もあんまり落としたくないのかなとか、せめてなんか7番のその色は関係ない話で、うん、まあ、なんかそのなんか前提とかを僕だったらつけるかなと思ったから、割と8番ってこうなんだろう、のらりくらりね、やろうとした狼っていうのは全然あると思うんで、僕は一番の推理いいなと思っていて、まあ、2番さんとは合わないかなって感じですね。むしろ2番さんがそのなんだろう、8番って議論飛べたって感覚があるんだったら、別に1番に同意してもよかったかなとは思ってます。まあ、9番が8番いいっていうのもまあ合わないと思ってるんで、まあ8、9と2は同じくらいかなって感じの印象ですかね。以上です。
の発言です。ナオイス、どうも。あーどうも、これで入ってんのかな。どうも、4です。占い師です。4から1にしろ、4が1にしろ、はっ、お願いします。あの、皆さんが言うほど僕8釣りじゃなくて9釣りをしたい人間なんですね。まあ、いや、8がね、議論止めた人物っていうのは分かるんですよ。一定数理解はできるんですけど、だとした場合に9番って8番のことを評価してるでしょ。で、その皆さん議論止めたとか、今3番が特に言ったように8はのらりくらり発言をしていたとか言いましたけど、そののらりくらりの発言部分を誇張した、まあ、いい発言ですねって誇張したんって9番じゃないですか。でどちらかというと8が評価収され1の9番が評価収1になりませんかねって僕ちょっと思っちゃったんで、今1周目ざっと聞いた感じでは8よりも僕はどちらかというと9を先釣るべきかなと思っちゃいました。以上。8、9の精査ならね、あくまで。え、9番さん、人外ないや。9番、ごめん、いや、1周目聞いたときさ、なんか、色見えてない村なんかなって思っちゃってたから、ちょっと思考変えます。9強じゃねなら。おい、9強に1周目聞いたときは、9番が8番に対して、なんだろう、恐れずに言ってそうで、そこに村評価した時って9番結構釣られないかなと思ったからなんかもう人外やったら結構きつくねって思っちゃったけど、きつい人外ってことだったんやって思って、うん、でその後気になったのが1番さんで、なんか8番への釣り要素っていうよりかは、多分9番って8番のこと村っぽいまで言ってるから、その要素でなんか話の流れ的には9番に向くのかなって思ったけど、なんかそこで8番釣り行くんだっていう違和感があったのと、直近の4番がなんか9番を釣りたいって言ってたけど、なんか1周目の96ってそこまで見えなくないかなって思ったから、なんか96タッチっぽくはなんかあんまり聞いてて思えなかったかな。9番が6に対して死んだったら申し訳ないけどって言って、なんか繋がってなさそうやなと思ったから、占い審議ちょっと4番さんそこら辺2周目どういうラインで見てるのかは聞きたいなと思ったかな。グレーだったら7番別にそんなになんか6番に噛みついたって感じはしなかった。ただなんか客観村視点って色がわからないから、何やったっけ、その占い6番さんが占い事象してそれ言うならわかるけど、客観視点って色が見えないからっていう話だから、別にそんなおかしくないって思ったから、6級はないよ。8番さんは普通に気になったな。8級にフォーカスが当たってたから、8級の精査をした場合に8級なら落ち着くよねって。ちょっとわかんないな。占い人気だったら現状4番さんのそこら辺が聞きたいなって思ってます。はい、まあ9番の2周目聞こうかなと思ってます。9番視点って、まあ、6番に対してうさんくさいその議論を思うか、4番の発言聞いてと思ってます。非常にまずグレーの中で思ったのが、まず2番さん、2番さん視点って8番に対して疑問を持ったとき、1番と8番に対して視点を見たときに、そこまで釣りたいかなっていう2番さんの視点って、割と1番に近しいものあるのに対して1番に疑問を持う視点って、うん、なんか2番さんあまり踏み込んでないなと思ってたかな。それを見たとき、多分2番だから8番が印象悪く、7番に当てた推理が、いや7番と6番の関係性がない、多分それってさ、もっとね、多分7番よりも踏み込んだ9番とかもあったけど、3キロじゃねえの、7番が2セットよねって言ったとき、2番さん視点それを踏まえた上で7番と9番の差分化ってついたんかなと思ったんでね。どっちかというと7番9番よりも7番さんの問いかけなんだよ。いや、6が死んだった場合、3が一番周りに乗っかって発言してるだけの人間な気がして、その発言って多分それ以上踏み込んで9番はどう思ったのか、多分2番視点それを踏まえた上で8番が心象悪い、その視点で1番に向く、1番に対していやそこまでって同意してる視点が言わさへん。あと8番さんに思ったのが、特になんか7番って6番に対して偽要素うんぬんじゃないと思ってんだよ。7番視点6番に問いかけだと思ってるから、8番視点で7番っていうのはちょっと分かんなかったかなと思う。だからそこは2周目、うん、だからこそ1番さんが8番を釣りたいまで行くのがそれは分かんなかったね。多分
8番は6番に対してのことよりも、アンパイとかなんか7番に対して、どうなのかな、そこらちょっと分かんなかったんだけど、5級なら9が人外と思ってるよ。9人外の時に8の開始位置やから、8の狼がなくて、まあ、そういう意味では変だったなと6番思いました。まあ、9番、5番に関してはもう一周聞きます。以上。って思ってるから。7番さんが発言します。はい、2周目お願いします。外にいそう、723のどっかにいそう、はい、その8番さんが議論を止めた人物、停滞しようとした人物っていうのがね、あんまり分かってなくて、そんなに停滞しようとしてましたかねっていうのが、まあ、僕のそっちの中の一周目聞いた感想ですね。まあ、少なからずこう矢印的なものを向け出した人であるから、うん、止めたっていう気はしてます、うん、で、まあ、その中の代表つけるんであれば、例えばね、3番さんみたいに、まあ、多少なりともこうそう矢印を向けるんであれば、うん、なんかそこがじゃあ人狼らしいのかとかね、狂人らしいのかとか、うん、こう人外要素としてピックアップしてよまでのなんか歯切れのいいなんか言葉だったら、うん、まあまあ、さんまさんもそういう思考を持ってるんだろうなと。多分まあ4番手ぐらいで、そういう視点を多分普段から明示する人なんだろうな、みたいな感じは、なんとなく取れるんですけど、単純に止めたよねっていう言い方の方が僕はちょっと気になったって感じなんで、うん、それで見ると1番、2番が僕は割と気にはなってました。まあ5番、9番釣り切れますが、9番連の出る前からはね、僕9番ほぼらっぽいなと思ってたんで、割と6番に対するその言語化の部分で、まあ、僕はちょっとそういったうまく言語ができなかったんだけど、6番のあの白の、ね、僕が色を当てるってところは、占いは手持ってますせみたいな、ちょっとそたらした感じの部分も僕はちょっと拾ってたから、ああ、いう風に拾うなと思ったんですよね。で、ただまあ4番さんとね、その9番ついたりとか、9番が評価主義でしょみたいな、評価主義してる人物でしょみたいな、知っても合ってないから、占いちょっと現状わかんないですね。はい、まあ5級は釣り切ります。ねえ、八幡さん止めた議論って思ってますけど、僕は。はい。どうでしょう、そこなんやね。別に止めてはないと思うよ。大事に聞くかなと思います。いや、止めたっていう通りの方がええから、無視したってだけな。タナスごめんな。ちょっと犠牲になってくれや。はい。まあ僕は一周目の7番に対しての発言って、まあ、そんな尖った発言をしているつもりもないから、まあ、停滞させたって言われたら、まあ停滞させてしまったんだろうなって思ってるから、その反面で言うと9番が8番に対して、まあなんかそのなんて、なんか恐れずになんか話してるみたいな感じの評価の仕方はなんか変だなっていうには思ったんだけど、霊能事象をしている上で、まあ霊能なんだったらなんかその視点になるのもわからなくはないのかなっていうふうにちょっと思っている。基本的になんか囲いが入ってそうだなっていうふうに思っていて、うん、まあ、僕9番の8番に対しての評価の仕方が今言った通りちょっとおかしいと思ってたんですよね、うん、まあ、霊能事象してるんだったらちょっとわからなくもないんですが、うん、1番さんってまあ8番に対しての視点はわかるんですけど、どうしてもなんか議論停滞させている8番釣りたいっていう視点になった場合に、9番もなんか絶対1番さんから精査が入ると思ってるんですよね。そう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 、そう いつになったら1番って9番に対して精査入れるんだろうって思って、最後まで入れなかったから頭を待って入れなかったからどうなのかなって思ったのと、3番に関しては3番の視点の中で2番と9番が、まあ、それぞれ違う精査を入れていた中で同位置になるのがわからない、うん、まあ、2番っていうのは1、まあ、その8番に対して議論停滞をしているのがわかるっていうところは了承していて、ただ1番のように釣りたいとは思わないっていうでいて、でそこに関してなんかそこまで2番に対して怪しむ要素を持っているのがわからないのと、まあ、これは1番と、まあ、3番9番に対しては一応怪しんではいたんだけど、なんか3番の視点の中で2番と9番が同一になんかなっているっていうのがわからない。3番からしたら2番より9番の方が気になる人物なんじゃないと思う。やっぱ8村よ。
はい、例の師匠です。よろしくお願いします。対抗5番把握しています。まあ、8番さんまず聞かれたことから触れるんだけど、まあ、最初に話があって変な人を釣るか、まあ、人狼を釣るかどっちなのって話で、まあ、人狼を釣るゲームだよねって僕言ったと思うんですけど、8番さんの1周目はちょっと変な人だったんですよ、うん、変な人で多分僕の予想だと人狼陣営からするとうわこいつ絶対村だ、だけど頑張れば釣れそうって思われてる位置に僕は見えました。はい、8番さんの言ってること僕は理解はできるけど、そんな悠長にゆっくり話すかなとか、そこそんな大事かなとか、でもそれを話すところが村人っぽい。で4番って9番は8の発言に対してなんか共感してるみたいな、いいと思ってるみたいなこと言ってるからおかしいって言ってたんだけど、めちゃくちゃこの人話聞いてないね。僕は5番とかも、ね、大体の5番とかもそれを理解して発言してたけど、僕は8番のそういった発言思想というか発言ができる姿が村っぽいなっていう、全然発言聞いてないな。だから占い師としては話を聞いてない方が信用はならないなと思ってますね、はい、で6番さんはそういう答えかな、4番に対して僕は思っているのは、うん、今6番の一瞬目の振り方は話を聞いてね、まあ、俺がルールだそうかなぐらいで、だから絶対6番偽っていうニュアンスで発言したつもりではない、うん、ただまあなんか2周目も6番さんが対抗が何かとか、何かだった場合の二郎地どこかっていう話が出てこなかったから、少しまだ6番に対してはあの精査の目を持ってます。4番の方がおかしいから4番が偽とかそこまでは思っていない。精査はもうちょっと必要だなと思っていますね、はい、で8番の今回の内容で僕も共感できるところが、僕も囲いかなと思っていて、あの、まあ、41か63合ってる、4番さんの、ね、占い先多分1で合ってると思うんですけど、他の人の発言聞いたら拾おうかなと思ってたんだけど、もう間違ってたら教えてください、はい、1です、うん、かなと思っていますね。なんでまあ3、1の話もよく聞ければなと思っています。で2番さんに関してはちょっと全部触れるって言ってたけど、1周目ちょっとね60秒じゃ難しすぎてなんか整理でききれなかったんだろうなっていうふうに思ってるから、まあ、ピックアップしてピンポイントにこれはこれって話してた方が多分村は分かりやすいと思う。議論止めてると思うねんな。まあ強靭だと思って球を釣ろうと思いました。まああの一連の動作が強靭らしさが多分にあるから、1周目の白置きが多すぎる点とか、うん、8への白置きの仕方今説明したけど、まあ全く納得できなかったので、はい、球から釣ります。8番さんに対して言いたいのは、僕は9に対して評価してますよ。57に対してはほぼ評価してない。あの拾うところがありません、うん、悪い要素拾ってません、こんだけしか言ってないから、うん、9に対しては8への評価がおかしいし、その他の白置きの評価も合わないっていうふうにしっかり評価してます。だから8を釣りたい。で5番さんが言ってたように9が狼らしくないっていうのは分かる気がするんですよ。狂人っぽいと思いますけど、だから白置きの仕方があの合わないっていう評価をしてるので、8番さんは1が9にいつまでたっても評価をしないのがおかしいって言ったところがおかしい。7番さんに関して、1、2がおかしいって言いましたけど、8に対して議論止めてないじゃんっていうことですよね。なんで3番が外れる？3番はあのそうだよ議論止めたよ8釣っちゃおうよって言ってる人物だと思うんですね。そうそうそう、いや1言ってるだからなぜ1,2 だけに焦点が当たるのかおかしいのが7番、うん、だから7か8にいると思ってます現状はね。7か8はい、ごめんなさい。王宮の審議は大きくあの急に背に現状傾いているので、まあ決め打ちしてもいいぐらいに傾いたなと思ってます。ダメです、ダメです。はい、明日の占い結果次第ではいいんじゃないですかね。2番さんが発言します。お願いします。F と S しバチバチやん。1番とその例の見方だけはほぼほぼ一緒だわ、言いたいことも含めてって感じ。例のに関して俺別にあんまり審議ついてなくて、情報量が出て少なかったから5番から釣ろうかなぐらいの感覚値だったけど、まあ、どっちでもいいかなぐらいの感覚値ですね。うん、うん、7番に関してね、一番の指摘があった通り、なんで3番も入んなかったんだろうって疑惑はあるけど、あんまり個人的に7番単品の狼っぽくないかなと思ってる。分かってんじゃん。7番が狼だった時、1、2、3番が8番に矢印向いてるから、だったら7番も便乗して8番小突いとけばいいと思ってるから、うん、行為があまり狼っぽくないと思ってる。それは分かる。
ミニ盤面どういう盤面になるかわからないけど、ライン戦になるか個人戦になるかわかんないけど、うん、なんか単品で7番がコミっぽくないなと思ったね。別にそこで8に加担してあまりいいことがないと思ってるから。うん、うん、まあまず3番の発言を受けて、まあ、これ第1巻で3番6番とかこういう普通にありそうだなと思ったのは村のギランと一緒、うん、1番2番の評価率8番釣りに行く、まあ、3番6番のラインは普通に成立するかなと思った。うん、どうだろうね。8番に関しては、まあ、その自分で議論を止めたっていう自覚があるんだったらさ、止めたかなって言ってくる7番気にならないかなと思ったけどな。それでその自分の評価をしてくれた9番の方が変っていう、その8番の仕方が変かなと思ったから、そうやって飲み込んだ方が早いんやろ。やっぱり8番には自己犠牲の上で成り立つ議論の疑問を向くかな。ハテナマークはやっぱり飛ぶって感じ。うん、ってな感じかな現状は。まあ、6番に言っとくと、なんか初週のな初動操作で、なんか別に俺釣りサイトまであんまり行かないから、別に村でもああいうこと言うかもしれないと思ってるからね。まあ、これ俺の人狼感だけど、なんか初動でなんか釣りサイトまで行くのがなんか早計だなと思うから、まあ、6番は思考の再生産入れてくださいってところです。よいしょ、よいしょ。喉締められたぐらいの。首締められて。よいしょ。はい、ね、2番さんはね、明日生きてて僕も生きてたら36に見えた要素を言ってもらっていいですか。で、1番2番が7番に似てることめちゃくちゃ不当で、7番って3番は単体で弾いてるんですよね。弾いてるというか、3番は別の理由があって、僕はちゃんとこの8番だったらこういう風に言ったらよかったんじゃないのみたいなことを言ってたのは評価してるんで、7番3番を単体で。だから1番2番3番が同列になるっていうのは7番は絶対ありえないんで、1番2番変なこと言ってるんですよ。で、2番目はどっちかが村なんだけど、どっちか人外だったらね、なんか訂正しなかった2番が変だなって思ってるけど、1番も普通になんか7番への噛みつき方おかしいなと思ってるから、僕は1番2番に狼がいるんじゃないかなと思っています。うん、なんそうね、なんだっけ、8番に対してそうね。で、あとはそうそう、8番さんに2番9番の位置があって言ったけど、僕って8番釣ってもいいんじゃないっていう1番に同意してるから、必然的に1番が上がってる状態ね。で、8番が下がってて、9番1番2番は9番が8番は良かったって言ってて、2番もそんな釣りたいってなるかなって言ってるから、まあ9番1番は1番よりは、あ、9番2番は1番よりはちょっと下にいるんですよ。だから8番が1番1周目は僕的には良くなくて、まあ9番2番微妙だな、1番さん良かったなぐらいの評価ですね。なんでこれで8番さんは分かってくれたかなと思うんですけど、そんな感じです。正直占いは分からん。分からん。6番が言ってることちょっと難しくて分からん。で、5番さんちょっと偽っぽいなと思ったのは、9番が出てきた時に色が見えてない村人っぽいなと思ってたら、9番狂人だったら別に普通に納得だと思うんだよね。9番狂人って色見えてないから、別になんかそんなに5番が思考をめっちゃ更新する必要もないかなと思ったから、なんか5番も微妙だったっていうことでロラします。うん、あなたの発言です。まあ3が5に言ったことなんですけど、じゃあ初日に、あ、この人めっちゃ村や、うわ村置きできる人出てきたって思って、次の日日米で対抗出てこられたらちょっとびっくりするんじゃないですか。あんま分かんないですけど、あのね、あ、僕3番ぐらいで、ね、固定するんですけど、今日ね、なんか一番にも黒飛びそうやなって思って、パンダなりそうやなって思ってます。現状8だけ僕は村置きしてます。なんかね、8があまり狼っぽくないんです。はい、フィーリングスで、ね、あのね、3番になぜこんなに焦点がいくのかっていうとね、まず3番視点で1か2どっちかが、あの 人狼がおるって言ってるじゃないですか。1人狼やった場合って占い神経わからないことなくて、4番確定にするじゃないですかっていう点。もう1点がなんかね、1番2番が怪しいって言ってるんですけど、初日段階、まあ、初週段階で8番が怪しいって言ってたんですけど、その8番ってどこ行ったんって話を、今日の段階は対話した姿勢を見せて、で初週、する意思を持ち、2週目段階で1番2番にフォーカスを向け、8番をステイしたのが、8番ってどこ行ったんですかと思ってる点で、多分ね、3が2に言ってた36に見えるのは何なんですかって言われちゃうと、あの3が怪しいから3に白出てる6が
自動的につながるよねって感じやと思います。はい、わかんないですけど。で、9に言っとくと4の白杉1です。1です。1、はい、1です。で、あれですかね、まあ、レノートはとりあえず釣り切ります。ね、勝てるなら僕は9の方が偽だと思ってるんで、あ、話聞いてないって言われたんですけど、僕がルールなんで あんまり聞いてないんですけど聞けよってね言われるかもしれないですけど、はい、まあ、そんな感じですね。とりあえず3番固定占いします。僕が人外なら3に黒落ちます。死んで3くらえたらラッキーやなぐらいで思ってます。最上投票してください。アバターをタップして選択できます。死んで3くらえたらマジラッキーなんよな、これ。マジでラッキー8、俺は白いと思ってる。なんかね、8な、別に狼っぽくないねんな。投票を終了しました。追放されるのは9番。すごい、キラキラって出た。バラ？何そのバラ？発言します。はい、頑張ってほしいと思ってます。まあ、釣り切りをお願いします。色見られないのは申し訳ないですが、まあ、おそらくは狂人だと思っています。まあ、蜂が釣られる流れで、蜂がもし狼だったらまずいって出てきた狂人かなと普通に思ってます。まあ、それか最初から決め込んでたか。まあ、4突っ込んどころが多すぎて、僕ね、4の、ね、4の方が死んじゃないかって思ってます。ただ4の方が言ってることはおかしいし変だ。蜂を評価している村っぽいと思っている僕も言ってますよね。で、僕の内容を聞いて、まあ、僕の2週目も聞いてないんだったら、もう本当にやばい激ヤバ占い者でしかないと思うんですけど、これを聞いてもなお僕を釣るって言ってるのが理解不能だし、7人は僕ムラムラだと思ってるんですけど、まあ、お気持ちお察しします。はい、で、正直、4が1黒飛びそう、多分黒飛ぶと思いますよ。で、負けると思います。3、1だと1の方が分が悪いと思います。3の発言結構上手くて、無駄な情報を言わないというか、必要な情報しか言わず、最後触れなきゃいけない自分の白を出している6番については難しくて分かんないので済ませてる。もしかしたら6番が村かもしれないから、村だったら申し訳ないんだけど、僕はそれがちょっと露骨に怪しいなと思った。その触れなくてもいい理由を作ってるからね。うん、そういうところのなんか疑いの要素が溜まっていって6番は結構濃いかなと思ってるけど、まあ、1がね、僕に狂人だって言ってきてるもの、人狼っぽくないから1も村っぽい気はするんだけど、理解不明って言ったらこれは人狼、いや違う、理解は不明なんよ。だって4と9って8に対する評価一緒なんよ。うん、一緒やのにもかかわらず4と9に共感するはずなのに、9の方が偽やから9から釣り回すって言って、マジでめちゃくちゃ1の人に対して8番は7番に対していや自分はそうじゃないと思うよっていう7の議論に乗っかって話を続けてる。むしろ話を止めたのはこの話いらないと思いますって言った9番なんで、8が議論を止めてるって言ってる人は本当に話を聞いてない人だなと思っています。はい、僕は6-3濃厚だと思っている。はい、4-1に票を入れられてもね、はい、勝ってください、村人に勝ってください、絶対に。はい、7人頑張って、申し訳ない。S 氏おこおこ。ぶっちゃけ3白いと思います。ぶっちゃけ3白やと思ってる。で、5がね、9白だと思う。占い結果、はい、人道ではありませんでした。ですよね。昨夜襲撃されたのは1番。あー、なるほど。マジか、1神？へー。2番さんが発言します。スムラシオイラ、ほら8機じゃ合ってた。1神なんだ。あー、三白一白、ほんまか？スムラ騎士、うん、七番ガラスウルだね。じゃあ三のスムラいらんくね？はん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 。まあ五番つってどっちが進化見極める日になったね。じゃあこれで、うん、まああまり、あ、まあ3番には一応意見返しとくか。
3番のなんか2番偽っぽくなった理由もう1回だけ言ってくれないかな。聞こえなかった、あの3番の発言がプツって聞けなかったんだよね。2番視点で3番6番が初週ありそうかなと思った時点は、昨日も言ったと思うけど、1番2番が8番に矢印が向いてる状況で、3番が8番に矢印を向ける3番6番両方白飛び捨て回線あんの、マジ。ああどうだろう、まあ、4番6番だったらなんか6番の方が新勝地は悪いかなと思ってるけど、まあわからないですって感じ。7番とつながりそうなところで考えるとどっちだろうな、やっぱり4番7番かなというのが見え方としてはスッキリするかなって。なんかまあそれは初週のあれが引きずられてるからあれだけど、え、まあっていう感じ。はい、まあ、あんまり思考の更新が現状ないです。まあ、6番偽っぽい、ただあんまり6番7番が見えてないって思ってるから6番7番、じゃあ4番7番狼で6番死になったのかなぐらいの感覚値ですね現状。そんな感じです。ええ、あ僕、ああ今2番が喋ってたんだ、僕が喋ってたかと思った、ごめんなさい。え、あ、じゃあなんで2番僕言ってきた、僕隠しろなんで1番さんは僕声一択でお願いします。まあそれか占い守ってもいいけど。はい、あ、ごめん、え、待って、じゃあ僕ごめんなさい2番の発言聞いてなかったわ。あ、2番だから2番が、あ、7番かって言ったのか。あ、分かった分かった。あ、ごめんなさいね、ちょっと、はい、2番さんの発言で、ね、どうしようかどうしようか、んー、ちょっとごめんなさい、聞いてなかったんで、ちょっとあんま指定講師がなくて、まあ、46はマジでわかんないです。わかんないですけど、明日決め打たないといけないんで、まあ頑張りますけど、どうしようかな。まああんま喋っても、なんか占い師の白とか黒とか出しちゃそうだから、黙っておきますか。じゃあ、偽占い師の下山ちゃん、どうぞ。マジ？俺バレてた。いや、バレてました、僕実は偽占い師なんですよ、ほんとすいません。嘘です、真なんです。お願いします、信じてください。まあ、パッションで、勝利が勝ち取れるほどこのゲーム甘くないっていうのは分かってるんで、あれなんですけど、ごめんなさい、2番が今言ってた、まあ、4番、7番が見える要素ってなんですか、初週のことを引きずってるっていうのはおっしゃってたのは分かるんですけど、2がそもそも初週見てたのって囲いがあるって視点やったんじゃないんですか。割と7にはあまり2は視点を向けてなかったと思うんです。2の初週の発言だけを聞くと8番が議論を止めたのはわかるが、1番が8番を釣りたいと思うところまで行くんですか、それが引っかかってるから、まあ1と4の囲い、もしくは3番に輪が持ってるから6と3の囲いがあるんじゃないか、この発言を僕は覚えてるんですが、2番が今日になって7に対してフォーカスを向け、4番と7番でつながるところってなぜなんでしょう。ごめんなさい、僕はその2が7に抱いてる様子があまり分からず、今日言語化されなかったんでちょっと分かんない状態です。かつ2の初日言ってた、視点の戦いところの向け、ヘイトの向け先っていうんですか、初週に言ってたことと今日の段階で言ってることが全く違うんで、2にすごく不信感を抱いてます。はい、それぐらいです。今日はごめんなさい、5番さん釣ります。はい、ただぶっちゃけね、ぶっちゃけありえんのか、2と7ムラムラで8乗っ取りも、あ、ギリありえるもありえるんで、そこはちょっと終わんといけんのですけど、一旦8狼は一旦覗いてます。こ、あの可能性の世界線は一旦覗いてます。はい、すいません、とりあえず今2番にすごく不信感を抱いてます。以上。お願いします。うーん、2のだったら2の方が気になるけど、わかんねえな。うーん、占い審議難しいんだけど、まあ、6番さんの視点更新聞きながらになるし、まあ、自分が今日釣られるのは仕方ないけど、うん、旧教人で見たときに、4番さんの昨日の精査は割と
って良かったと思ってるんだけどな、自分目線は。なんか3番さんが、なんか4に行ってなかったっけ。分かってんじゃん。分かんないな。あ、私が初心を持ったのは、牛の狼はあんま見えないからっていうことを、まあ、3番さんがさっき突っ込んでたけど、うん、まあ、牛の狼が見えなくてっていう視点を落としたくて、まあ、究極じゃワンチャンあるかなとは感じてたけど、狼、うん、まあ、釣るゲームだったら狼釣りたいかなと思ったから発言したぐらい。分かんない。6番さんの視点も聞きたいなって感じ。ただ7番さんが言うほどそんなに人外にも見えてないかな。だからどちらかというとなんか2番の私投票も気になるし、なんか7番が単体狼っぽくないよって言った昨日の理由が何だったっけ、なんか8番に加担しないなんだっけ、しなくていいでしょって言ってたけど、多分霊能盤面やから7番狼だった時って霊能にどうせ釣り入るし別に加担するんじゃないと思うから、そこまで HP 下がんないから釣り入んないから、なんか2番さんちょっと色見えてんのかなっていう感じは若干昨日時点ではしたぐらいかな。はい、じゃあ話聞いてちゃんと決めます。戻り、よし。6番、3番、発言します。はい、お願いします。はい、なんか割となんか昨日の発言聞いたときに4番って8番に対しての雑な白置きの仕方が4番の置きは8番がなさそう。で、一度見たときに2、4なのかなとか思っちまったかな。なんか2番さんの視点の3番に向ける視点と、かつ2番が7番ない視点って、で別に7番が6番にあるだけ雑に言ったの、6番7番って否定されないと思ってるから、2番の中で7番単品で4番につながる視点が、2番と4番の狼行動で、雑に6番の新焼けの方が感じるけどね。もう勢いよく出した。ドシャーって。別に7番から、特段から要素ねえし。だから2番さん視点ってさ、別に7番が狼だった時、2番って5番投票してんだからさ、じゃあ5番の狼だって別になるしね。どっちかと2番さんって5番、9番の新境付けしてんじゃないかなと思っちまったかな、発言聞く分には。うん、まあ6番はそう思ったかな。だって2番さん視点で7番しかいないっすねって、7番の要素がない、じゃあ7番からは7番4番しかないって言うけど、次7番と6番の否定だって7番さん視点で6番が偽とか6にローローで2かく黒コースやな。1締めの発言で7番が6番に言及する、あ別に7番と別に6番に対しては特に何も言及してないからね、じゃあ6番さんだったらどうすんのぐらいで言ってるから、まあ、2番さんしてそこがないよねって言った発言を言って手前、じゃあ7番と6番がを結びつかせる7番と4番にしか結びつけないった構図にふわら2番聞こえたんでね、まあ、昨日の発言から割と2番が黒かったしね。3番6番の構図を見たときって多分2番さんしてさ、いわゆる囲いやりそうと思ってる8番とかってなんか2番の中で割と白い人物になると思ってんでね、2番と8番って近しい視点を持ってる、あんまり向ける視点があるから、まあ、なんか2番のスケールはなんかおかしいなと思うから4なんじゃないと思ったかな。4番と7番に触れず2番ばっかの構図が、え2周目からも2番にあまり触れてない。7番さんが発言します。はい、まあ民意で多分5番を釣るんでしょうけど、まあ昨日僕初回ね、まあ、5番さん投票したんですけど、まあ、一応理由としては、まあ、さんまさんの言ったのが、割とちょっと響いてて、まあ、ごまさんがね、ポロッと言った、9番が色見えてない人物かの下りがね、ちょっと引っかかったから、まあ、5番投票したんですけど、まあ、9番さんの遺言は、偽やなと思って聞いてました、遺言がね。まあ、4番に突っ込みどころ満載だけど、4番が真だと思ってて、36だと思ってるの下りから、まあ、9番さんって途中1番にバチバチ政策かましてて、で、まあ結局ね、4進と思ってるんで、1白だからね、とか思いながら聞いてたんで、まあ、9番一世やなぁと思って聞いてたんです。で、まあ5進かなと思ってるんで、5番釣るのもったいないなぁと思ってます。まあ本音はね、釣りたくない。5進急遽を、どうやろ。まあ4262、まあ42の方が見えるかな。まあごめん、46に関しては僕あんまり差分つけてなくて、まあ2番さんにまあ突っ込んどくとね、
2番さんの視点って、まあ、例えば9番への本物かどうかとか5番が偽物かどうかみたいな推理も加わってないわけじゃないですか。まあそうなったら、まあ、6番さんとかも言ってたけど、だからめっちゃ7番にフォーカスされて、7番人狼カーから7番6番見えないから7番4番カーの推理だったんですけど、まだ進路進路も線もまだあったわけだし、ね、2番さんが9番を死んだと思っているんであればね、進路進路の線もあったし、まあ、4番さんとかもポロって言ったけど、まあ少ない線かもしれないけど、一応8番乗っ取るとかね、まだ考える余地はいっぱいあったはずだから、はい、7人狼、7人狼、7人狼だから6見えないから74っていう、もう視点の持ってき方がめちゃめちゃ人外だなと思いました。二投票しようかな、以上。ぶっちゃけ二投票できる俺。8番さんが発言します。まあ今7番が2番に対して言った人外要素っていうのは、まあちょっと、まあ俺はまだそこを人外要素とはして捉えてないんだけど、まあ2番に対してそこはちょっと聞きたいなっていうふうに思ってるのよね。うん、まあ進路2番のあの発、まあその7番だね、狼じゃあ7番だねってなったのって、まあ進路心境で考えた場合に、じゃあ7番狼だねって思って発言したのか、ただ単にね、それとも1番髪が発生したところから進路進路を味いて、もう7番狼っていう風にたどり着いたのかっていう、そこの思考の流れをちょっと2番さんには明日聞きたいかなっていう風には思っているかな。うん、まあ僕も正直4、6の差っていうのはついてなくて、まあおそらく4番、6番の発言的に明日両方とも僕は2番を占うと思ってるのよね。うん、で、これはまあ3番さんにさ、まあ、言っとくんだけど、僕が噛まれて、まあ、2番が角白または角黒になったら、まあ、ちょっと3番さんに後託すねってみたいな感じには思うかな。まあ僕心の中でもしパンダ結果になった場合とかの精査はちょっと結構まだあの精査する余地があるかなと思ってるんだけど、うん、2番が角白もしくは角黒になった場合はほぼ精査不能かなって思ってるのよね、4、6の精査は。まあそりゃそうよな。まあだからといってちょっと5番を決め打つこともちょっと正直できないから、まあ7番を決め打ってもいいかなって思ってるけど、2番3番の視点からはあんまり決め打ちたいっていうような感じには僕を思ってなさそうな感じがするんで、まあ今日は5番釣るんですが、まあそっ、はい、以上です。本音言ったらな、本音言ったら2番釣りたいね俺も。本音を言うと、いやそれが許される世界かどうかなよ、それ次第やね。七村の時ってギリまだやったらこうギャンブルやねんけど、まあ一応ここのギャンブルやめとくか。投票を終了しました。追放されるのは5が7、7が2。はははあ、お願いします。うーん、ちょっと本当にわかんないんだけど、あーまあ2番が確かに視点を、確かに6番の言う通りなぜそこまで心境で、で5って2番の割と1番に昨日霊能の審議乗ってて5に行く感じだったけど、あ9に行く感じだったけど5に行ってそこまで心境って言うんかと思ったんだけど、それは理由次第かなって思っちゃうかな。ぶっちゃけ霊能心境で見る人もおるから、なんか2番さんの本当に理由を聞いた方がいいかなって思ったかな。つながるんかな2番。なんかちょっと分かんなくなってきた。なんかちょっとまあ釣りは仕方ないんで、はい、頑張ってください、お願いします。ね、二浦やすんねんけど、二浦やすんねんけど、二黒出そうで二が角
黒になりそう。だから、ロックしても2角黒にした方がこれ戦いやすいやろ。何の票回収できてるから。まあ、ですよね。まあ、そうそうなんよ。多分な、こうなると思うよ、俺。ちゃうかな。昨夜襲撃されたのは8番。かっこいいな、エフェクト。2番さんが発言します。まあ、こうなんよね。ニクロニクロ。これ1番がシーン占い師でやってますね。ニクロでニクロになってかわいそうだなと思うんですけど、僕2番が67を否定をした理由を知ってるんですよ、実は。だから大神さん損したね。2白打っときゃ僕が騙されてたのに。だって2番ってさ、1周目で6番7番のあの触れ合いはないからつって67否定してるから47としか言えなかったんで、あの2番はね、いやまだ戦えたのにね、かわいそうに。よかった、僕が騙されなくて済んだんで、今日は2番を殺して明日46の精査します。まあ、46の精査僕ついてるんで、大神さん噛んでください。さよなら。あなたの発言です。あ、どうも。まあ明日のことを言うんですけど、まあ、多分3が死んで7が生き残って負けるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、それだけさっき言っておきます。まあ、3がどっちの進行してるかわかんないですけど、7は多分ね、4番、6番やったら6番信者派やと思ってるんです。だからね、さっき言っておきます。で、擁護するわけじゃないんですけど、2番の中で新郎新郎世界線がないのか、これだけ弁明しておきましょう。ないです。っていうのも、昨日の段階、初日段階で、9番と5番で、9番の方を釣り、5番の方を残そうぜという発言が一定数ありました。この発言したのが1と、まあ、7もちょっとしたっけな。で、あと3やったかな。なんか、まあ、3はちょっと微妙ですけど。の場合、二村視点の時でも、あの、強陣地がある程度そこってなって考察をした時に、例えば、じゃあ1が霊能9番を釣って5を死んで決め打ちたいといった発言をした場合、新郎新郎の時って一番強地でか、仮に置いた場合、一番が噛み抜かれた場合で新郎新郎世界線ってほぼ消えるくないですか？ってなると、まあ、2の中から新郎新郎の世界は、だけはなくなるんじゃないかって思ってるんで、黒なんすけど、擁護というか、そういう思考の終着点なんのは、まあそうじゃないかなって思ってます。あとはあれっすね。いや、なんか言い訳がましいな、あとこっから言うと。僕の2の詰め方と6の2の詰め方って、なんかすごく、なんか6の2の42ローローの詰め方の方がなんか、すごくうさんくさくないですかっていうのを言おうとしたんですけど、多分これも、僕対抗してるんで、僕だけがわかることなんであんま言わんときまーす。とりあえず今日に釣りでお願いします。あ、ちなみに、僕完全に偽で終わります。今の村で。はい、お願いします。野田になって黒でした。今日は2番釣ってください。まあ、4番が言う4番2番の狼って存在しているから、それが6番の偽予想になんないし、2番さん視点のまず初日からの発言を踏まえていこうかなと思ってます。2番さんってまず8番1番の視点だった場合、いや8番さんが変だよね、1番さんは分かるけど、8番釣りたいまで分からない。2番って、いわゆる自分の視点 を明確にしてないから。その際に、3番さんって、いや、2番さんのどの視点であるから、初週の発言で4番さんは3番に対して黒にするんでね。じゃあ、3白打つことによって、じゃあ3番と、4番と2番だった場合って、3黒打つよねっていう構造を打たせるんでね。だその場合、多分3番さんの視点で、どちらかそれ見えないと思ってるし。まあ、そんな視点だったんじゃないと思うし。じゃあ別に、2番の発言って、じゃあなぜ6番、7番の否定とかって、
多分ね、1周目の発言というよりも2周目の発言からもあまり7番に対して黒を塗らないような構図だったんでね、別になくないと思うしね。だからまず2番さんってそもそもが占い出てる人に対しての狼付け、いわゆる相方が出ることを想定して、どっちかというと心臓盤面を想定して人物だね、2番さんって。だからそのポッと出た発言なのかなと思ってるわ。てかそもそもあの発言で67なんて否定されないしね。そういうことによって、じゃあ7番さん視点、そういうことで2番さんって7番の強を稼ごうとしたってふうに思った。何食べてんね、エースコイン。まあこれなんじゃないかな、構図的には思います。今発言失敗したくね、まあ、明日、7番と3番さんがどちらが残るか。7番は別に4番、6番どちらが死んだ何も言ってないしね。7番さんも、もう3番さんも、両方ともに何も言ってないから、どっちが残るか、俺には知りません。それは狼さん勝手に決めることです。いや、7かね。2番さん言ってください。以上。7は6寄りです。7は 100% 6寄りです。7は 100% 6寄り。7番さんが発言します。はい。まあ、今日2番さんに愛を込めて、お花一輪あげようと思ってるんですけど、うん。うん、でその上でですよね。まあ、占い神器ね。やった勝ち筋は昨日2番釣りの46ロラ。まあこれ46ってはもう数字少ない方から言ってるだけなんで、うんうん、ロラの方が勝ち筋やったかな、確実なね。とは思って、まあ、これで2桁、木村さん死んだったらごめんなさい。あのお話にあげてるんで、許してください。まあまあ、僕も46はもう、はい、真偽差はついてるんで、僕を感じくださいね。お花あげますね、2番さん、どうぞ。7って6、C 言うてなかった?4 人の方が見えるって言ってたから、だから7は6の方を進行してると思ってんねんけど。それ以外特に言うことないな、このターンって。投票を終了しました。追放されるのは2の3投票はいいぞ。悪くない。あの俺噛んでほしいな、もうこれ。発言します。相手分かってないからね。いや違う違う違う。今日の議論は、まあ誰が人狼プレイヤーとして一番好感が持てるかっていう話だったから。うん、まあ、僕が4票もらってるのは当然であって、そうですね、まあ、ちょっと相方に一つだけ弾き最高出た方が良かったかなってちょっとだけ思ってるかな。どう思う？まあまあいいや、まあ、4番かばってくれてありがとねっていうのと6番はつれえなって多分これ2番6番濃いめに見られてるから頑張りなよって言っとくね。まあちょっとそうだね、村にヒント落とすんだったらどうしよっかな。まあそうね、6番からも2周目もらったその返答のカードは結構持ってたから、まあ、こんなことになるとはっていう感じだったね。なるほどね、まあさすが行かれてなくない。じゃあね、頑張ってね。これね、ちょっとサンダーどっちかむかもう一回考えた方がいいかもね。感覚値として。うん。予定変更した方がいいと思う。以上。まあ、6占いするんですけど、まあ、一応ね、まあ、6番来るまで確定してるんですけど、ここで英語は長くていいよ。まあもうあだったらもう自由やから、あこう表現の自由やから、最後のあの遺言で、いやむしろあくまで情報出してくれたら、村が、まあ、いらん情報って分かりながらもその情報から精査ができるから、情報出してくれた方がありがたいよ、無駄でもね。そっからの情報の取捨選択があるから。おお、
マジ七神おえまあ一応はい、オオカミさん選んでくれてありがとうございます。僕はもう心に誓ってるんでオオカミを殺します。白木、あ、新アピ頑張ってくださいね。あなたの発言です。あ、ぶっちゃけ、まあ、この中で3番が、まあ、残ったんですけど、あの一応ね7番が6番にあの進行してるって言ったのは7番視点で昨日段階、6-2が見えんから4-2かなって言ってた発言から、僕は7番は6番の方が死んで4番と2番の狼があるっていう発言やと思ってたんですね。でだから僕は7が6に向いてて7が6の方が死んやと思ってるから3に正直残ってほしかったのはあります。はい、ただ3の中でもう決まってるならね、別に僕たち今ここで何言っても変わんないんすよ。深夜便をクソったりもないんですよね。はい、だから特に言うことはないです、ないです。まあせめて言うとじゃあ2が相方やったかもしれない世界線の話をすると、まあ仮対抗に出てたとしても僕は2から釣ってますかね。僕初日段階にも8番のことを村を消してたんで特に理由はなかったんですけど、8番があんまりどことも繋がらなかったんで、すいません、8を村を消しましたね。はい、それぐらいです。2番が仮で出ても、まあ、ギリきつかったんじゃないかな。せめて0倍で出たら、まあ、9、5、で、ラスト2番の順番で釣って、最後占いの釣り、対面でバトルだったかな。まあ、それが、2が最後まで、あの、結構ギリギリまで残る、いい戦いになったんじゃないかなっていうのが、まあ、2番と狼やった世界戦で、前輪がロス場面なら僕が2番にやってほしかったことですかね。はい。それぐらいです。それぐらいです。はい、もう本当、この場面で何とも変わんないんでね。はい。回しまーす。あと3番が決めてください。あ、僕からは本日は最後、6番投票でお願いします。6番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、さんまさん的に何を聞きたかったかけは教えてほしかったかなと思うわ。2番黒と2番と4番の狼の皇帝は、俺は昨日言った通りなんでね、すべて。4番さん、まずね、4番さんの視点って、3番さんに向いた視点って、3番さんは割と2番に対して、と思うし、だからこそ4番さんは3番に王になんでるって視点なんでね。ただ、三四郎打つことによって、多分2番4番だった場合の視点って、すごく見にくくなると思うんでね。途中で切ることできるけど。じゃあ3黒打った方がいいんじゃないか。その視点を裏すための三四郎で、かつ2番ってもう2週目の、もう2日目の段階からすべておかしかったよね。いや、どこに黒塗りしようか。2番って7番に対して、いや、2番視点って6番7番のない。いや、始めましたよね。食らってしまった手前。見たことあるよ。じゃあ4番と7番の狼だって言うしかないんだよね。だって、2番さんその否定をしてるから。だからこそ、2番さんって4番に対して、ああ、じゃあ、昨日6番3番狼で三四郎打った時には4番が偽で、あの状況で3に何とも変わらんと思ってるから、2番の思考放置。まあ2番さんのね、まず1周目に関しては2番さん視点と1番8番の同列化によって、じゃあ2番視点のじゃあ1番に対して分かるんだったら8番つっちゃいけない1番どうなのっていう2番のおかしな視点、そして2周目においては6番3番に、じゃあ3番さんが2番さん答えてよ、なんで36に見えるんだ、何番視点って最初引いた時の視点で、ああ、三四郎なのか、じゃあ7番か狼なのか、そもそも2番さんその視点って、グレイジーに狼や視点がもう透けてるんでね、8番新騎士、運命分かってる視点だから、これが2番のおかしな要素。まあ、俺はその視点をきちんと開けてます。距離がしたら4番さん行ってください。ただ、まあ、さんまさんはやりたいかもしれないけど、なんか聞きたいことあったら、まあ、言ってほしかったなと思ってるわ。はい、以上。一つな言い返せることあるんよ。で言ったところで ね大して変わらなさそうでどうしようかなって思ってる。あのね、6が2に対して、あの2が狼で相方出ること透けてるよねって言ってんけど、その状況ってうっこと
マジ？ジジ。ありがとうございました。どうせ。6番ごめん。俺最強。ジジ。まあ、それも黒かごで選んじゃったのが申し訳ないなと思って。これはちょっと俺もあれですね。ジジ。チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。チャンシロー3と7だったら。